まさか、あの灼熱の地獄から生きて這い出るとはな。しかもジェノスの魂との開口まで果たしてしまうとは。もはや、どうあっても生かしておくわけにはいかん。貪欲なる三姉妹の胸に抱かれて果てるがいい。ここまで力を使いこなすとは。あるいは、お前ならば。その燃えるような赤毛と澄んだ黒い瞳。なるほど。お前がアドルというわけか。俺の名はベルハルト。まあ、よ捨て人のような男だ。お前のことはドギから聞いている。あいつに用があってきたのか？どうか教えてください。なるほど。ドギから話は聞いていたが、予想以上に切迫した状況のようだ。いいだろう。俺が知る限りのことでよければ、話をさせてもらうとしよう。
お前がエドガー町長から聞いたという昔語りだが、俺が調べた限り、それらは全て本当にあったことだ。古の時代、ガルバランと呼ばれる化け物が海より流れ着き、フェルガナの地を支配したこと、そしてジェノスという名の戦士がガルバランを滅ぼしたこと。だがその話には続きがある。ガルバランを滅ぼした時、ジェノスはその力を四つに分け、シングと呼ばれる像に封じた。つまり魔王そのものは倒せたが、その力までは消し去れなかったわけだ。その後ジェノスは魔王の力を封じた像をフェルガナ各地に隠し、決してその力が悪用されることのないよう自らの末裔に見守らせたのだという。もう気づいているだろうが、お前が手に入れた彫像こそが魔王の力が封じられた神具だ。そして何らかの原因で像に封じられた力が漏れたことによって、周囲の魔が活性化してしまった。それが1年前から起き始めた魔物の発生原因だと俺は睨んでいる。そしてまさにマクガイア博の目的もそこにある。おそらくは象の力を使って魔物を自由に操るという類の妄想に取り憑かれているのだろう。この霊峰エルダームにもおそらく彫像が眠っているはずだ。ドギはマクガイアの手に渡る前に彫像を手に入れるべく奥地に向かった。お前にそのつもりがあるのなら追いかけてみるといいだろう。